ミート・キーナの戦いは、1944年に、ビルマのミート・キーナとその周辺地域をめぐって行われた戦闘。日本軍とアメリカ軍、国民革命軍とが戦った。当初は、ゲリラ戦により守備隊側が優勢であったが、連合軍側との物量差に加え、増援部隊の派遣がままならなかったことで次第に、窮地に陥り、最終的に制圧された。 1942年の日本軍のビルマ侵攻により、重慶の国民党政権への補給ルートは空路を残して遮断され、中国、そして連合軍にとって大打撃を与えた。ルーズベルト米大統領はこれについて、新しい陸路の延焼ルートである、レド航路の開設は全ビルマの奪還より重要だと、言明していた。同年末、レド航路の建設は英軍により開始され、 米軍のジョセフ・スティルウェル中将の主導にわたって、以降、工事は順調に進み、1943年2月末には、ビルマ国境にまで完成していたが、雨季により工事は中止された。同航路は、雲南路に連結して、初めて地上輸送路としての効力を発揮するものであり、それに先駆けて、ミートキーナの占領は、反復輸の効率を大幅に向上させることが予想された。 ミートキーナはマンダレーから北上する鉄道路線の終点で、イラワジ川の水運の中継地であり、日本軍の飛行場があった。スティルウィルとしては寒気の間にミートキーナを占領したいところであり、空挺作戦によるミートキーナ占領を計画した。一方、日本側にとってもミートキーナは北面防衛の要であり、同地の疾患は、 第56師団の雲南を及び福根防衛を窮地に陥れ、引いては連合軍への作戦路の明け渡しを意味していた。当然ながら、悲願の要点として、荒烈な戦闘が予測された。浮き明けの1943年末に、スティルウェル率いる新編中国軍が、日本軍の第18師団が守備する風根谷に進行し、ミートキーナ目指して、前進を開始した。しかし、 フーコンにおいて、第18師団は自給戦を行ったため、連合国軍はさっぱり前進できなかった。またルイス・マウント・バッテン中将を率いるイギリス軍は北、ビルまでの戦線拡大に反対であり、北、ビルまでの連合国軍の主力は、スティルウェル指揮下の中国軍インド遠征軍と、アメリカ軍のガラハット部隊だった。この作戦は、スティルウェルの独断で行われ、 マウントバッテン中上来イギリス軍には事前に何も知らされなかったため、米中連合軍がミート・キーナを占領した後で、作戦を知らされ不然となった。ミート・キーナの守備隊は、不評第114連隊であったが、その戦力は、ほとんどが、周辺地域に散らばっており、当初、ミート・キーナに残っていたのは、不評2個中隊と、公兵や機関銃部隊など3個小隊で、 総員700人弱だった。小倉で編成された同連隊は、宿法の炭鉱出身者が多く、連合軍の猛攻に耐えうる堅固な行動線を展開することができた。この他に通信兵、工兵、鉄道部隊、飛行場部隊、市長、憲兵などが、計1430人ほどと、野戦病院の入院患者が320人ほどいた。後、 当初山州に配属されていた第3大隊は、アメリカ軍第5307混成部隊霊下の3個、大隊、中国軍新編第一軍の2個連隊及び、砲兵や市長兵など4個中隊、カチンジンゲリラで編成されていた。詳細は以下の通り。なお、スティルウェルは、小介席に対し、1個師団の協力も要請したが、これを拒否されている。 低身隊の進度北ビルマの日本軍は3月初めにマンダレーミートキーが間に降下し、モールに陣地を構築したイギリス軍の陳利と部隊への対処に追われていた。優秀な敵の攻勢を受けた場合、イラワジ川右岸で少なくとも3ヶ月間は阻止し、左側下半に移って自給するものとした。また、第15軍各師団は、それぞれ、第15師団はまだや、第31師団は、 民務第33師団は民ン,ンパコック付近に第1戦として配備し、第2戦として第53師団をキャウセ付近に控えを消した。また、第31師団の一部をもってサゲイン付近、第33師団の一部をもって民ン,ンのイラワジ川前岸にそれぞれ拠点を形成した。18師団を圧迫しつつ南下していたスティルウェルは、ウッキの開始が始まる前に、 ミート・キーナに部隊を派遣し、制圧を急がなければならないと考えていた。アメリカ軍がビルマ戦線への援軍として派遣していたコマンド部隊であるガラハット部隊のうち三個大隊からなる低身隊を編成。メリル淳将は心臓病により低身行動が不可能と判断されたため H 部隊のハンター大佐が直接戦闘を指揮。K 部隊、M 部隊、H 部隊は フーコンタ谷東方のクモン3系のジャングルを陸路で移動させ、ハンター大佐から報告があり次第、中国軍に3個弾を空路で飛行場に吸収させる。K 部隊、H 部隊は、ノーラフ系と峠とリトポングを経由し、ミートキーナに直行、M 部隊は、戦場が、深田が、アラング方面に前進して、両部隊の右側援護に当たる作戦だった。 飛行場占領予定日は5月12日。ジャングル地帯で作戦行動中のガラハット部隊。ビルマの山岳地帯では日本軍やイギリス軍、アメリカ軍もダバに頼った4月28日から30日にかけて、停戦隊が3つの部隊に分かれてミートキーナを目指し出発した。5月5日、リトポン軍に展開していた第二大隊と軽部隊が遭遇し交戦。 一方、H 部隊、M 部隊の進路も、同様に、日本軍小部隊との遭遇や、ダバの半数を失うほどの険しい山越えで過熱を、極め、到着予定日は大幅に遅れてしまった。H 部隊は、アラングの日本兵を撃破し、16日、ミートキーナ北西方のナムクイ付近に到着した。翌17日10時に、第150弾が、飛行場に突入。 一方の守備隊は、第15飛行場大隊に所属する約100名が警備していたに過ぎず、飛行場は間もなく占領された。飛行場にはドラム缶が多数転がっていたものの滑走路は、支障なく、停身隊は着陸可能と判断、除去後コールサインであるマーチャント・オブ・ベニスを発信し、それを合図に増援部隊600人を乗せたグライダーを栄光する第10。 第14航空隊の移送機二十数機が、飛来、16時30分より、ウェイコー CG-4A グライダーを、次々と飛行場に着陸させた。以降も、部隊の空輸は続き、それぞれ市街地周辺に陣地を展開した。だが、点を制圧したに過ぎず、守備隊は、まだ完全に囲まれたわけではなかった。丸山部隊は、ミートキーナ市街に立てこもって、 抵抗を続けると同時に、連合軍の隙間を縫って、自民と物資の補給を確保した。モール付近で、敵空挺部隊の総統に当たっていた第三大隊と、風港戦線に応援に来ていた第56師団の水淵大隊を加えて2000人程度の兵力となった。また19日夜には、列車での弾薬補給を強行。これは25日まで行われた。一方、 ミートキーナの敵がわずか300メートルの後方を信じた第150弾団長の高春城上校は先着兵力だけで制圧可能と考え17日の飛行場突入直後に独断でニコエを市街地に進ませたが誤って市街地北部の下プールに向かいそこで待ち構えていた守備隊より攻撃を受けた部隊は動揺して同士打ちに陥り敗退したこの時 機上候補会長2名が戦死したとされる。連合軍の空輸に威圧されていた守備隊の士気は大いに上がった。同日、飛行場の攻撃を命ぜられた第5中隊及び第2機関銃中隊冷火機関砲小隊は敵輸送機飛来の合間を利用して奇襲攻撃を観光、重機4ほか展開中の連合軍物資に損害を与えたとされる。20日午前7時、 第150弾は、市街地南端を吸収し憲兵隊陣地を突破、駅に殺到した。これを知った、丸山大佐は直ちに八甲正義中尉率いる、情報範囲7人を駅に急行させた。駅周辺では、中国兵たちがたやすく制圧できたことに安心し、周辺を物色していた。八重中康氏らは草村に隠れ吸収を行った。 また予備隊60名も加わり、各地で進出規没のゲリラ戦を展開させた。この戦闘で中国軍側は大混乱に陥り、同志打ちの末撤退した。この戦闘で第150弾は第3 a 英長、核分献将校、副団長、応用尺将校をはじめた数の軍艦を喪失する損害を被った。21日、中国軍に代わって、 今度は、ガラハット部隊の第三大隊が、市街地北方から南下して進撃するが失敗し、24日、守備隊に陣地を奪還された。翌25日には88弾、89弾を持って奪還を試みるが、これもまた失敗した。この一連の失敗を受け、ミートキーナの米、中国軍を指揮する、マッカモン殉賞は5月25日に、 日本軍陣地に総攻撃を仕掛けたが失敗したため、前線に視察に来たスティルウェル中将によって罷免させられ、後任はボードナー巡将になった。5月18日、事態を重く見た第33軍司令部は、中国軍の犯行に際して、雲南方面に派遣していた56師団長に、水上部隊の主力をミートキーナに派遣するよう命じ、また28日には、 ミートキーナ守シュビ隊を第18師団から話し、第33軍の直轄部隊とした。軍の要請は、水上現像少将の指揮する、不評第113連隊の2個大隊等であったが、師団三望長の川道、富士由大佐は余裕がなかったため、いずれ増援が来るだろうと独断で、水上少将に1個招待と、 砲兵一個中隊を指揮下に与えて、ミートキーナに派遣した。水上少将は、命令は承知した。雲南の戦場で、師団主力と共に死ねないのは残念だが、ミートキーナでは必ず任務を達成する。おそらくぜでお目にかかることはないであろう。師団長によろしく伝えてもらいたいと答えた。驚いた第33軍司令官の本田正樹。 中将がすぐさま軍司令部参謀の野口正美少佐を派遣し問いただしたところ、川道大佐は本件は自分一個の独断的措置であり、全責任は自分にあるとして軍の了承を要請した。野口少佐の報告を聞いた本田は川道を不問とした。名目上は水上少将がミートキーナ守備隊の指揮官であったが、 水上少将の手持ちの部隊はごくわずかであったため、守備隊の実質的な指揮は丸山大佐が取った。6月に入ってからはかねてから第33軍から通達されていた援軍である53師団主力がモガウン経由でミートキーナへ進撃した。この部隊はミートキーナな 20km の地点に達したが、市内突入の直前に第33軍の命で、 風魂戦線に転進させられた。ミートキーナヌベー、中国軍は6月13日に総攻撃を開始した。ガラハット第3大隊は、マインナと戦場を遮断し、イラワジカ班に展開、第150弾は製材所を制圧しさらに火炎放射器を使用しつつ200ヤード進出、第88弾は射撃場にある陣地からさらに100ヤード進出した。だが、守備隊は、 各隊の構築した攻撃拠点の間の隙間をついて逆に包囲し、市内に展開していた連合軍各部隊を再編不能になるまで追い込み、これを撃退した。ボードナー淳賞も罷免され、後任は元不評学校教官であり、スティルウェルとも窮地の中であるウェセルス淳賞が着任した。ウェセルス淳賞は失敗の要因を兵の訓練不足と考え、 守備隊と接触している部隊は毎日4時間、それ以外の部隊は8時間、それぞれ訓練を行わせることにした。辻は帰案中、涙を流しながら文章を書き、終わると無言で参謀たちに突きつけたという一方、第18師団は風婚から撤退し、中国新一軍はモガンを占領し、ミートキーナへ進撃を始めた。ビルマ戦線では、 日本軍のインパール作戦が失敗し、ビルマ方面軍としては、作戦の重点を、雲南方面に移して、インド、中国の地上連絡船の遮断を続けることになった。第33軍は、雲南方面で、中国軍と決戦を交えることになったが、問題は北ビルマのミートキーナが早期に陥落すれば、背後を脅かされることであった。第33軍司令部は、 雲南遠征軍との決戦に先立ち、ミートキーナ守備隊に対して、電報で時給可能期間の見通しを質問したところ、今後2ヶ月の時給は可能と、長期にわたる時給は困難という矛盾する報告が届いた。第33軍は、前電話、水上少将の報告で、後電話、丸山大佐の報告だろうと推測した。第軍は、ミートキーナ守備隊に対し、 水上少将は、ミートキーナオッシュすべしと命じた。第33軍の参謀だった、野口正美によると、この文章を起案したのは、辻正信参謀で、同僚の安倍光雄少佐が、水上少将は、から、水上部隊は、に構成しようとしたが、辻参謀に制止させられたという。後日この件については、辻参謀から、以前のハン事件で戦場から脱出してくる兵の、 処置に困ったことがあったので、水上少将は死守すべしと命じておけば禁煙な少将のことだから、軍の真意を組んで目的を達成するだろうし、一万一脱出する将兵が出てもそれらが命令違反にならないようにこの文面にしたと説明されたという。第56師団長の松山雄造中将は、この命令を伝え聞いて激怒し、 川道参謀長を通じて抗議したが、すでに守備隊は56師団の指揮を離れていたため、突っ張ねられた。米中連合軍も厳しい気候環境に苦しめられていた。7月12日に空軍の支援のもとに総攻撃を開始したが、日本軍の防戦と遊軍の誤爆で大混乱の末に失敗した。とはいえ少しずつ日本軍を圧迫していった。 7月下の国は守備隊の残存兵力は約1200名になっていた。前述のミートキーナ死死命令を知らされていない。丸山大佐は命令はミートキーナ付近の用地を確保せよというのだから必ずしもミートキーナに行程する必要はなく付近の地点でインド中国連絡路を遮断さえすれば任務は達成されたことになると当初より考えており、水上少々に対し いたずらに玉砕を早めるようにラワジ川を溶かして、マヤンコーチに移動するべきだと申し述べ、同意を得た。ミートキーな守備隊は8月2日から3日の満月の夜に溶かを開始した。水上少将は、副官に丸山大佐宛てに敵戦を突破脱出すべしの命令文を託した後、自決した。水上少将の副官からことを知らされた丸山大佐は、やっと死なれたか。 と言い,い、軍医を水上少々自決の現場に派遣し、遺体を埋葬した上で小指を切って、遺骨として持ち帰った。とかは、現地人を挑発した丸木船やドラム缶を2個結束し板を渡したいかだで、行われたが、3、4日前に爆撃で大半を沈められていたため、各体の割り当ては半分以下に削られた。また、武器の再生期で、 増水激しいイラージ川をいかだで渡った後引き返す。保証はなく、現地人の先導は途中で守備隊を見限り逃走。加えて、連合軍が岸辺の要所からの単焦島や、総海底で待ち構えていたため、とかは生産を極めた。例えば、最終日に溶かした第三大隊ではイカダ二大、丸木船5隻しか割り当てられず、船に殺到する兵士を中西大隊長が、 このざまはなんだ、貴様らはそれでも、軍人か、全員船から離れろ。命令だ。言うことを聞かぬ奴は切り捨てる。と押し抜け、真っ先に乗ってしまった。残った兵士たちは前日の過酷な状況で次々、命を落とし、とか前は44名だった大体は、半分に減っていたという。撤退部隊援護の任を受けた、方兵隊は4日目に渡過する予定であったが、 そのまま残地命令を受け玉砕した。第三大隊の生存者によれば、浅い注意は、自分は死ぬ覚悟はあるが、帰れると喜んでいた部下たちにどう言えば納得して、もらえるのか、今から考えても辛い。と漏らしていたとされる。その後、丸山大佐の率いる残存部隊は一週間ほど、麻薬高地南側に泊まり部隊の掌握に努めていたが、8月12日に、 第33軍本部より、第18師団への復帰命令を受けたため、敵の追撃を避けるべく、夜間に、東方山中を、迂回南進して9月15日頃までに、日本軍の勢力下のバーモにたどり着いた。一方、7月中旬に守備大救援を命じられた、捜索第53連隊は8月初頭バーモで、徒歩部隊1個中隊を呼び、通信班を編成、悪路に悩みながら、 本堂に沿って北進を続けていたが、前述の理由により遭遇叶わず、バーモに戻った。日本軍の撤退を察したウェセルス少将は、総攻撃を計画し15個重装備分隊からなる、低戦隊を編成、日本軍の戦線内に潜入させ、50種主力の攻撃に残存部隊が気を取られている、暇に背後から攻撃を行わせた。8月3日、夕刻。 傷病患者や慰安婦など187名の不良を残して大部分を制圧。8月7日までに守備隊の組織的な抵抗は終わり、80日間の死闘を繰り返したミートキーナは、水上少々以下2100名の戦死者をもって連合軍に制圧された。戦闘終了後のミートキーナ市街地連合国軍がミートキーナを占領した結果、インドから中国の昆明に向かう。 航空輸送ルートは山越えを避け、より安全なルートを取ることができるようになった。さらに、レドコーロダツーに向けて、バームへ南下することができるようになった。アメリカ軍は、ビルマ戦線の中国軍やイギリス軍への援軍として、投入していた第5307混成部隊は1943年、後半のフーコンでの戦いから1944年のミートキーナ陥落までに、 全体の8割が死傷する大損害を負い、ビルマ戦線からアメリカの主要な地上部隊は撤退した。ミートキーナ守備隊が米中連合軍を食い止めている間、フーコン戦線の第18師団はモガウンからの脱出に成功した。ありがとうございます。